最近ある人からですね、どうも NHK の中で、今まで、なんて言いますかね、スパイ的っていうと言葉悪いんですけれども、こう影で暗躍しているような人たちですね、そういった人たちを一掃する動きがあって、それによってある程度 NHK の報道の正しさを直すということができるようになったというご連絡をいただきまして、大変な結果で起こっております。従来からこれも重ねたかどうかわかんないんですけども、 NHK の内部にですね、中国の放送局の一部だとか、そういうのがいっぱいいてですね、それが NHK の報道を支配しているということはもう前から言われてるんですが、本当かどうかがわかんないんですよね。それはどうしてかって言いますと、最近の日大のアメフト部の放送事件とかですね、それからボクシング協会の山根会長の事件というのが、浮かび上がってるんですけれども、この問題も NHK の問題なんかと同じようにおかしいんですよね。共産党が、日本共産党が一番そうなんですけれども、内部の情報が全く外に伝わらないっていう組織があるんですよね。で、例えば日大のアメフト部でしたら、前から監督の横暴っていうのがあったとしたらですね、それが普通に、ごく普通に外に出る必要があるわけで、ある時に席を切ったようにバーンと出ると、でもテレビのバラエティ番組が毎日のようにやると、そういう状態じゃなくて、普段からですね、内部情報っていうのを出なきゃいけないわけですね。ボクシング協会の会長の件もそうで、いや会長とその告発側と の言ってることが全く180度違うんですけども、これもある時席を切ったように出てくるんですね。本来ならば、つまり言ってみれば、日本は報道の自由があり言論の自由があると、ということは常に何を言ってもいいわけですから、本当は誰も忖度しちゃいけないわけですよね。ボクシング協会の会長の話なんか聞くと、ボクシング協会の会長が命令したんじゃなくて、忖度だっていうわけですね。会長にごますときはいいだろうっていうんでやってたわけで、それを突然こんなこと言われても困ると、私が命令したわけじゃないと。なんかオリンピックのセコンドの問題はそうかもしれませんが、ほとんどの問題については会長は少なくとも否定してる。どっちが正しいかなんてことを、その井戸端会議みたいにわーわーやってるんですけども、それはあまり生産的じゃないわけですね。っていうのは、ダメな状態が長く続いて、ある時にある人を一人叩き切れば、それでみんなが心が満足するっていう、そのつまんないことやってるわけですね。我々の目的はそうじゃなくて、大学におけるスポーツを盛んにするとか、それからアマチュアボクシングをちゃんとするとか、 NHK の報道をちゃんとするとかであって、その中の誰かを祭り上げて、そして非難合合して社会から叩き潰せば、それで気が収まるためにやってるわけじゃないんですよね。その点では、例えば自民党と日本共産党なんかはいい例で、私なんかは自民党を割と支持している一つの理由は、自民党の政策がいいとか自民党の考えが正しいとかいうより前にですね、自民党はどうやって首相を選んでるのか、どうやって総裁ですね、自民党の総裁を選んでるのか、自民党の総裁になると大統ですから首相になるわけですが、その過程がよくわかるわけですよ。今度でも安倍一強とか言われても、安倍さん以外に岸田さんはどうだ、石破さんはどうだってよくこう我々で見えてですね、発言も次から次と分かりますよね、よく。ですから、選挙の結果はともかく、過程がちゃんと理解できるわけですね。これに対して日本共産党、これ私何回かこのブログでも言ってますし、他のところでも言ってるんですけども、現在の代表の人とか委員長の人とかがですね、どういうプロセスで選ばれてきたかもわからないし、党大会で選任されました、それは当たり前なんですけど、それはもう自民党でもどこでもそうですね。つまり誰か対抗馬がいるのか、それから私がよく政治評論家なんかでですね、テレビの出演の裏口で、裏で聞くのはですね、なんか偉い実力者がいて、キングメーカーがいて、その人がこの人っつったらもうそれで決まっちゃうと、いうようなことを聞くんですけども、この自由であるはずの日本でですね、日本共産党ってのは本当に高等ですよ。
公の塔で絶対にその中が明らかじゃなくちゃいけないのにわからないわけですよね。 NHK もそうなんですよ。 NHK はまして報道機関ですからね。報道機関の内部で起こっていることはやっぱり表に出なきゃいけないんですよ。ですから例えば NHK の中に、昔から言われているように NHK の中に中国共産党の組織があるとかですね、何回も言われてるわけですけども、それが本当かどうか分かんないんですよ。今度そういうのが排除されたっていうけど、排除されたかどうか分かんないんですよ。 NHK は報道機関でありながら、一番報道すべき自分のことですねを報道してないんですね。あのフジテレビの方がまだ分かるんですよ。フジテレビ、まあ視聴率が低迷して、日枝、会長が長くいましたけども、一応相談役に退いたりいろいろしてますね。前に亀山社長が退任になったりして、一応ですね、曲がりなりにも式業だけれども中身が見えるんですよ。ところが NHK は我々の受信料でやってるんですから、もっと NHK の中を透明にしなきゃいけないのに、どうして会長が選ばれたのか、どうしてそのいろいろ選考過程がどうなってるのか全くわからないんですよ。がっちりとですね、なんかカバーされて報道の自由も何もないんですね。私はですね、テレビにまあ出させていただいたりラジオに出たりしててですね、一番大切、私が大切にしていることは、内部情報であれ差し障りのあることであれ、ある一定の基準よりか大丈夫なもの、それは倫理的なことってことなんですが、それを超えるものは素直に正直に話をするっていうことにもう全力を注いでるんですね。自分たちを守ろうとしない。だから僕はよく打ち合わせの時、テレビの打ち合わせの時こう言うんですよ。いや、そんなことを隠すんですか、私たちが重要なのは視聴者じゃないでしょうかと。視聴者に隠して内部だけ知ってる、一番内部っていうのはテレビ局だけ、それからその次の内部はテレビ局とテレビに出演するコメンテーターなんかは知っている、だけどもこれは視聴者には言ってはいけないと、まあ、こういうのが多いんですよ。それで僕はいつもですね、だから僕が出てると厄介なんですよね。みんな本当って言うんですよ。例えば、これは かつてあるテレビ局であったんですけども、植物油ですね、植物油が健康にあんまり良くないということを話そうとしたら、スポンサーがいますからってわけですよ。いやいや、スポンサーがいるから報道の自由が取れないとか言論の自由が取れないっていうのであれば、これ憲法違反なんですよ。ですから、いかにスポンサーがあろうとなんだろうとちゃんと言わなきゃいけないんですね。それは見てる人の人権、つまり日本国民であることの人権を阻害するわけですよね。で、私はある時に偉い弁護士さんに、言ってはいけないことってのはどういうことですかって言ったら、2つあると言われたんですね。1つは相手がその反論できないこと、例えば性別とか生まれとかですね、そういうそのもうなんか規定決まっちゃってるもの、これを非難してはいけない。それはそうですね、よく黒人であるとかですね、そういうことを非難するっていうことはこれはいけないと。2番目がですね、相手があまりに発信力が弱い場合、それ自分との差が激しい場合は批判してはいけませんと。例えばよくありますよね、朝日新聞が誰か個人を批判する、これはダメなんですね。私が一生懸命言った例では、東京新聞が東京新聞の社員であった長谷川さんっていう論説副主幹を批判する、これはもう絶対いけないんですね。つまり東京新聞全体の発信力に対して長谷川さん一人の発信力は、長谷川さんがいくらテレビに出てようとそれは全然暗いものになりませんからね。だって何百万部と発行してる新聞と、それから個人では全く勝負になりませんから、これはダメだとその弁護士さんは言われて、それで僕もその通りやってるんですね。つまり私は常に自分よりか発信力のある人、例えば自民党総裁とかですね、東大総長とか NHK とか、そういうのは批判しますが、自分よりか発信力の少ない人とかその組織には全く名前も言いません。これはもうそれが大切だと、まあ、いうことですね。だからこういう原則はですね、絶対に守って、そしてその他は自由にやる。ところがみんな逆なんですよ。大きな組織を非難しないんですね。それ怖いからなんですよ。だけども怖いんだったら報道のプライドは守れないと思うんですね。報道っていうのは、報道の自由とか言論の自由っていうのは何で与えられてるかっていうと、
そういう世の中の利得とは関係なく発言することができる、そういう自由を私たちは憲法からいただいているということだと思います。